南部連邦大学は、ロシア連邦南部連邦管区ロストフ州のロストフナ・ドヌにある連邦大学で、同じロストフ州のタガンログに分校がある。ロストフナ・ドヌの北郊外にある南部連邦大学植物園南部連邦大学は2006年に、ロストフ国立大学にタガンログ無線技術大学、ロストフ国立師範大学、ロストフ建築デザイン国立アカデミーが合併して、 連邦大学として設立された。ロストフ国立大学はもともとは1817年にアレクサンドル一世ロシア皇帝によって開かれたワルシャワ帝国大学で20世紀になった1915年に第一次世界大戦のためにロシア南部へ避難して1917年からはロシア臨時政府によってドンスコイ大学と呼ばれた。その後この地方が白軍の時代を経て 1920年には赤軍が進駐した。1925年には北カフカース国立大学となり、1957年にはロストフ国立大学と改名している。2010年現在、南部連邦大学は、教師陣は4227名、学生数は44889名を抱えている。ありがとうございます。